不安定。こんばんは。今日あのなんだっけタブレットのスタンドというスタンドがないから、スタンドはあるんですけど、スタンドにすると下からなんですよね。すっごい、まあ下から画角でもいいけど、下からでもいいっちゃいいけど、下からすぎるのこれは。下からにしたら暗いんですよ。わかる？この暗さ。暗いんですよ。で、上からにしたら明るい。でも上にからにしたらずっともっと感じいかんけん、それはそれでしんどいんですよ。携帯やったら手持ちできるけど、タブレットこうなんですよ。まあまあ下から、たまには下からでもいいよ。あ、こうしとこう。これでいいや。携帯の電気つけた。ちょっと目に刺激になるか。下からの目薬見られない。画面はいつも最大に明るいし、なんかそういえば明るさ、ショールームのこういう時にショールームの加工を使ったらいいのか、明るさみたいな、これ明かりじゃない、なんか明るさ、これ明るさじゃない気がするけど、ね、これなんか明るさっていうより変な色がつくだけな気がする。あえてのこれあえてのこれ、いっそのこと真っ黒にするっていうのも、泣く泣くはないいいんだ、まあ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 いいか、よくもない、よくなくもない、よくなくもない、なんかショールームはね、ちょっと前の方がね明るさが良かったんですよね。あの明るくとかできる機能が良かったよね。なんか変わってからね、なんかちょっと違うんですよね。これがオリジナル、これが元々です。まあこれが一番いいね。電気しか勝たん。でも目に来そう。こうしとこ。初めてショールーム、サラピ推しになります。本当かな、これが普通ですよ。
なんか機能は悪くなったっていうより多分なんかいろいろ増えたんですよ。多分いろんな機能が、いろんな機能が増えたんですけど、サラ的にはなんかあの加工とかなかった頃、なんかいろんなフィルターとかなくて普通になんか明るさとかだけ調整できた時が一番なんか良かったんですよね。いろいろ変わったんですよね。セリアさん、ゆうちゃん、ポポさん、のみみずさん、つのさん、バラありがとうございます。自然光自然光やったらもう昼間しか配信できん。なんかね、このいろんなこのフィルターみたいな、フィルターみたいなやつと、でもフィルターも使ってないし、あとはなんかメイク、その目を大きくとか、大きくなるかなって、あ、なっとるやこれとか、このそういう機能しかない、そういう機能があるんですけど、これは何、あ、なんか目の中が明るくなるみたいな、そういう機能はあるんですけど、こういう機能がある前はの方が良かったですね。明るさはなんか明るさマックスにしたらこうなるんですよ。これはなんかさ、明るいとかじゃなくない？あ、でもちょっと明るくなった。あ、でもこうしたらちょっと明るくなったのか。なんか加工みたいな感じになるけんね。それあの普通に何関係なく、これ目元に戻したよね。目拡大みたいなやつゼロにして、あ、ゼロにしようと、あのなんていう、普段の SNS とかに載せるその自撮りとかも結構なんていうフィルターあんまかけたくないんですよ。なんかアプリでフィルターはいくらでもかけれるけど、フィルターをかけるとなんかめっちゃ加工みたいな、現実味のないなんか白色、顔が白くなる感じとか、現実味のない、現実じゃありえない顔の色みたいになるのがそう嫌いだから、フィルターはね基本あんまかけてないんですよ。明るさを調整とかはするけど、フィルターはあんまかけてない。オリジナルフィルターにしてます。オリジナル？元の色味に近いものにしております。そう、インスタねクレープ載せたんですよ。今日クレープの日らしいよ。たまたま食べただけだけど、ストーリーには今日載せたけど、今日行ったわけではない。そう、今日行ったわけではないけど、あれめっちゃでかいんですよ。なんかめっちゃ大きくて、結構大きいサイズで甘い、まあ、多分甘党の人にはもってこいって感じけどさ、甘党じゃないので、最初のうちは美味しいけど、だんだんなんかもううってなってくる。しかもなんかバナナとか入ってないあのクリームブリュレアイスやけん、上の方、最初上はアイスあるんですよ。上がアイスがあって、その上にそのブリュレ、あのわーってバナーみたいなしてあって、ブリュレで上の方は美味しいけど、そのもう下の方は全部カスタードと生クリームが生地に全部挟まってるんですよ。だからそうめっちゃ甘い。あれね、いつもあれいくらかな、700円かな多分。でもあの大きさの割にはお手頃な気がする。お豆でびっくりした。嘘、インスタわからなかった。そう、結構重たくて、でいつもあそこ行くときはいつも
お母さんに連れてってもらうんですけど、そうちょっと遠い、ちょっとなんか田舎なんですよ福岡でも田舎の場所で3回4回行ったことあるけど、いつも行った時は、まあ、せっかく行ったから1個ずつ買うけど、でも1個ずつ買うけど、でもいつももう うってなって、あの苦いお茶を飲むじゃないと食べれん。めっちゃ甘いんですよ。もうまあ見たらわかるよね、あれは。あの生クリームが好きな人には多分本当なんか田舎にポツンとある感じ。多分それがね、インスタ効果でこう人気になって並ぶときは結構並んだりするような場所なんです。高校生の頃とかにも行ったことある。そう、普通にさらが福岡に住んどった頃からわざわざクレープ食べたくなって行ったことあるぐらいなんですけど、バイバイですね。バイロンさん、20世紀ともちゃん、アケルサンタさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。まあサラもその映えで有名になってからまあ知ったんですけどね、そのインスタでめっちゃ前から調べて知ったようなお店なんですけど、そうなんかね、ちょっと前からクレープめっちゃ食べたい気分で、そう広島でもないかなって思っとって、そうそれで行った。そしたらなんと今日クレープの日ってことで、あじゃあ今日乗せようと思って、せっかくならね今日投稿しようと思ってました。そう映えです。でもなんかクレその季節によっていちごとかいろいろあるけど、バナナとかいろいろあるけど、やっぱあのクレームブリュレ、あのサラが食べたあのブリュレのやつがまあ一番映えって感じ。映え、映え、インスタ映え。映えな感じ一番。昔にいつ行ったの、高校生の頃とかに行ったやつの写真があるかな。でもその時でもさ、毎回あの味を食べてるよね。あった、毎回あの味を食べてるんですよ。2019年にも行っとる。あ全然見えん。2019年に行った時でも、お皿はこっちを食べてます。お母さんがこれそうスプーンで食べる。スプーンで最初食べて、そのアイスの部分がある間はスプーンで食べてみたいな感じ。これ初めて行った時、なんだかんだそのブリュレのやつを選んでしまうんですよね。まあそこが そこはそれが有名なんでね。でも STU に入ってからもうまた1回ぐらい行った記憶があるの。いつ行ったか覚えてないけど、あった待って、この時もやっぱこの味この味食べとる。これ断面めっちゃウケる。同じようないつも同じやん。これ2020年の7月に行ってますね。受ける。じゃあ3回目かなこのクレープは人生でも。全部毎回同じ味。
でもね、この冬に食べたやつも美味しかった。あの、自撮りはしてないんですけど、したっけ？あ、したか。メールで送った気がする。この冬12月ぐらいに食べた、ここのお店じゃないクレープもめっちゃね、美味しかった記憶がね、ある。でもね、そのクレープめっちゃ並んだんですよ。もうわざわざ行ったから。それは佐賀、長佐賀、佐賀かな、佐賀県かな、なんかわざわざ行った県さ、もうその並ぶって聞いても並ぶしかなくて並んだけど、めっちゃ並んだんですよ、どっかのやつ。これだ、このクレープ。待って、それこの時もこれ、この時もこれ食べとる。ここのクレープね、なんかめっちゃ人気で、そう、めっちゃ人気でね、なんだかんだ 1時間以上絶対待った気がする。 1,2 時間待った気がする。ここそう、同じの食べたくなる、なんか同じの食べたくなるっていうか、それを食べたくって、それがそのお店が脳に出てくるので、そう、それを求めていってしまう。え、たまーにがいい、ほんと半年に1回とかブリュレとかはなんかね、その頻繁に食べるものではない。サラは甘党じゃない、甘党の人には多分いいけど、甘党じゃない人にはもう胃もたれするし飽きると思う。たーさん、ゆーちゃん、かわいいギフトありがとうございます。飽きない味ではないよ。もう多分その時、その時に1個丸々食べたら余裕で飽きます。もう、うん、甘いもの絶対いらんってなる。食では冒険しない、あー確かにあんまりせんかも。もうその美味しさを知ってるからこそ食べたくなるって感じ。わざわざ新しいもの挑戦して美味しくなかったってなるぐらいなら、いつも美味しいやつを食べたいって感じ。めっちゃ下からだ。まあいいや。プリンじゃないよ、ブリュレだよ、ブリュレ。アイスの上に多分砂糖を敷いて、その砂糖をあのバーって火で炙ってってやつ。スマイルさん、柴犬さん、ありがとうございます。それでもめっちゃ目にくるかも。なんで今日がクレープの日やったか忘れたけどね。なんでやったかな忘れた。そうさ、クレープはあの 薄いやつよりあのもうさ、そのインセンドステーのあの丸みを帯びたクレープって感じのやつが好き。薄いやつじゃなくて、あとお惣菜系もないないクレープを食べるときは甘いものを食べたいときなので、お惣菜系のクレープを食べることはないですね。ミルクレープとかほぼ食べたことないに近いかもしれない。記憶にございませんって感じ。
そう、そのさっき、さっきっていうかインスタに載せたところもお惣菜系もある、お惣菜系のやつもありますよ。でも甘えも、あのもうブリュレのやつを求めていったのであれを食べましたけどね。まあ、でもカフェ巡りが好きとか甘いものがめっちゃ好きとかじゃない限りそんな頻繁には食べるよね。クレープってそんな頻繁に食べるものではない気がする。食べようって思わんと食べないよね。ショッピングモールとかにはよくあるけど、高校生の頃ね、その放課後に放課後クレープとか食べよった。ショッピングモールの中とかにあるじゃないですか、ちょっと安めのやつ、安めのよくあるやつ。食べたりしよった。なんか何曜日は、あ、な、何曜日はとか、何曜日は、何、何がつく日は、いくらみたいなちょっと安いやつ日とかにたまたま出会ったら食べたりしよった。クレープ食べ歩き、まあそうだね。でも最近はもう映えのなんか映えのさあのやつやけん食べ歩きちょっと難しいよね。薄っぺらいやつはいいけど人生で10個も食べたことがないよ。人生で10個さ、もう10個は食べたことあるな。そばクレープ、なんじゃそれ。お祭りの屋台、お祭りの屋台クレープある、あんまイメージないかも。お祭りの屋台でクレープ食べたことないかも。番号、そう、原宿はねクレープがもともと一番最初有名やったよね。原宿でクレープ食べたことあるかな、ないかも。クレープの話です。今日はクレープの日でインスタにもクレープを載せたから、クレープの話をしています。なんかサラだけかな、インスタの表示が変わったんですよ。なんで、なんでなんだ、変わった、みんな。なんかね勝手にアップデートされてなんか変わったんですよ投稿。えよね、なんかあの投稿を押したら投稿の表示がこんなんなんですよ。何これみたいな、なんかこれ1枚しかますね。なんか見づらい、なんか全部リールみたい。あのリールがわからん人もおるかもしれないけど、まあそれ置いといて、なんかあの表示が変わったんですよね。今まではねこんなんじゃなかった。なんかあの続きを読みにくくなったくない、この文章とか。なんか読みにくくなった、勝手に変わったんですよ。なんでと思って、触ってないのに勝手に変わったんですよ。なんでやねんって感じ。ストーリーのとこ変わった、ストーリーはさら何も変わってない気がする。あっちょうさんになんか載ってる、
しょうさんのストーリーに載ってるなんか表示がそう変わったんですよ。いやだ、気になる、めっちゃ。なんか変わったんですよね、前の方が見やすかったぜ。誰のスマホ？誰のスマホ？自分のスマホだよ自分の変わってない？なんか勝手にね、別にアップデートしたわけじゃないんやけど、勝手にね変わったんですよ。インスタ違う、ね、なんか今はトゥドゥ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 みたいなやつは、今なんか勝手に広告が出てきて音が鳴っただけ。これでしょ。なんか勝手に広告に反応した。表示がね変わったんですよね。皆さんは使いこなせてますか？インスタ使いこなせておりますか？まあ、投稿はしてないにしても、まあなんか使いこなせてますかまあ投稿せんかったらいいねコメントぐらいしかないか。確かに、あとはその調べるぐらい、調べる程度にしか。サラのを見る程度。まあでも確かに投稿せんかったらそんなすることないかもねすることないかもね見るいいねをしてコメントしてぐらいか。共有、まあ共有あんませんよね。映える写真がありません。映える写真を撮ったらいいじゃないか。でもさ、ストーリーはね、あのリアルタイムでは載せない一応そこは一応ね。まあ仮に広島のどっかカフェに行ってリアルタイムで載せたとしても、そのカフェにそのね見た誰かが来るとも思ってないけど、一応リアルタイムでは載せてないレア友がフォロー候補に出てきて、なんか連絡先におる人とかが多分連携されてるんじゃないですか。それ多分一番最初の時点で連絡先を持ってる人とかが多分電話番号とか持ってる人のやつで多分出てるんだと思うよ。ってなったら相手にも出たりしてる可能性あるよ、それは何を教えるんだって感じやけど。いいです。
そう、時差です、全部時差なので。そのカフェに、カフェ乗せたと思ってカフェにサラがあのおると思って行ってもいませんのでいませんのでご注意を。リアルタイム気をつけてる、殺到する、どういうことそう、 NG にしとかんとね、最終時点。奥行きさんありがとうございます。インスタ、インスタはもう欠かせないですね。インスタは絶対的に欠かせません。もう服とか家具とか食器、まあそういうもう生活用品からカフェとかグルメとかも全部、もうインスタがないともうサラのこの映え生活映え生活は成り立たないですからね、インスタがないと。ツイッターとインスタではなんか使う内容が違うかな。なんかインスタはこう画像が出るけんいいって感じ、画像メインで画像で教えてくれる感じ、なんでも。ツイッターはもうそう考えたらさ、逆にツイッターの方がなんかもう決まったものしか見らんかな、そのフォローしとるものとメールの返信とか、もうそういうそれぐらいしか見ることがないかな。あとはなんかその時の話題、トレンドとかに入っとったりする話題とかを見るだけで、投稿はやっぱツイッターの方がやっぱそう系統とか考えにそう余計なことを考えんけん、そうどんどんツイートはするけど、そうなんか見るとかは見とるのは多分インスタの方が見とると思う、ツイッターより。慣れたら使い勝手いいんですよ。僕にとってサラピが欠かせません。ありがとうございます。親しい友達に入るのが夢。親しい友達はないんですよ、ゼロ人なんですよなんかもういらんかと、なんかその機能別にいらないなと思って使ってないですね。洋服、そう洋服でもだいぶタグ付けするように、あれさ、これタグ付けしたよね、見にくくな、あ間違った、見にくくなった。そう結構もう服とかもタグ付けするようになったから、するようになったからしてるので、分かってきたんじゃないかと。そうタグ付けが何か分かってない人もおるかもしれないけど、もしかしたら。好きなブランドが分かるんではないでしょうか。
ね、インスタ始めて写真撮る量が増えた。あのツイッターとインスタで一応違う写真を載せるようにしとるけん、ツイッターとインスタとメールとで写真を分けたらね、もういっぱい写真をいっぱい撮らんとね、写真がね足りん、余裕で足りなくなります。足りなくなるんですよ。そうよ、同じ写真って思っとるかもしれんけど、思っとってもよく見たら違う時とかも多分きっとあると思います。左は同じに見えているかもしれないけど、同じじゃなかったりするんだな。スマイルさんありがとうございます。間違い探しってことじゃない、普通に見たら分かるはずだよ普通に見て分かるはずだよ、違いによ。分かってない方がどうかと思うぞ。サルビのツイッターのこんにちはとかヤッホーの写真好き。なんかね、あのツイートに関してはあのこんにちはってツイートしたくてツイートしてるんじゃなくて、あの写真撮ったから載せようかなと思って載せるために、でもその写真載せるけど別に特に宣伝することもないな、こんにちはとかこんばんは、おはようございますとかっていう風になったでしょ。だってみんなもどっちかって写真メインでしょ、ツイートなんて写真を見たいんでしょみんな。そうだから宣伝がない時は基本的に装置です。宣伝もなくて載せる写真もなかったらツイッターは止まっちゃいますね。どれが載せた写真かわからなくなりそう。あ、サラはね非表示にしてます。なんかアルバム、 iPhone の写真のアルバムって非表示にできるじゃないですか、写真を消すわけではなくて非表示にできるから、メールとかそのツイッターとかどこかしらで使った写真は非表示にします。気づいてます？たこ焼き部屋どんどん、もうたこ焼き部屋の写真はもうないそれこそ本当同じような写真もうないです。ブログにも載せたしもうない、メツイッターインスタメールブログに載せたけんもうないですね。ちょっと挨拶大事だからね、バレたでしょ、写真が大事やね。そうよね、写真もある方がいいよね。文字見てないわ、やばい、見ろ。キャラに決済今日の0時までです。0時まで、じゃあ行ってない人はあと1時間でダッシュで行ってきてください。でもまだね載せてないだけで最近ちょっと写真ある、あとうんちょっとあるかな。今日画面寄りがち、そう手で持ってるからね今。ドゥンチャンドゥンちゃん、うん、うん、
けさん、いわちゃん、バラたくさん、1,2,3,4,5バラたくさん、ありがとうございます。寝顔の写真希望、急に何ないよ、そんな。寝顔の写真がもしあったら自分で撮ったらおかしい話じゃないですか。それはもう寝顔じゃない、寝たふりの顔なので、略して寝顔にはなるけどさ、自分で撮ったら寝顔じゃないそれ。なのでないです。すみます、サラの目に、やめてください、すまないでください、開いてません、手持ちってしんどくないって。うん、今はまあまだ大丈夫、下にすると暗くなるから。寝顔の自撮りお願いします。無理です。ネタ振りればいいです。嫌です。無理です。ミホリーが持ってる、持ってないんじゃない、ミホリーが持ってる、持ってないと思うけどな知らんけど知らんけど、持ってないと思うよ。空飛ぶリオさん、ありがとうございます。下からガクガクやったらさ、まつげの上がりがちゃんとわかるね。こうなったらわかりにくいけど、こうなったら、こうなったらちゃんとまつげのカールがわかる。最近ツイートで可愛い写真多く上げてくれて嬉しい。最近、最近ずっと可愛い写真多くあげとるぞ多くあげとるぞ最近下からやったら、下からアングルは目のまつげの上がりが分かる。まあ、好みの写真が最近多いんでしょうね、きっと好みの写真が多いんでしょう、きっとね。そう、キャスケット最近ね、さ、気づいてるか気づいてないかはまあ別にどうでもいいとして、最近もう夏の湿気と梅雨に向けてと、あとなんだっけ、マスクからのこの蒸気にやっとちょっと最近それに対して戦ってて、前髪をね、前ほど長くないんですよ。前ほどっていうか、そう、最近ここ1週間ここ1週間ぐらい、成人式の後だ、チョーさんと遊びに行った時にもう前髪がちょっと長くてちょっと切ったんですよ。その時にやっぱチョーさんとね遊ぶから
可愛く言いたいじゃないですか。それで切って、その時からちょっと短くしとって、やけんキャスケットをかぶれたんですよ。今までやったらか、もうそのかぶったりしたらもう前髪がこの辺まで来るけん無理で、そう無理だったんですよ。やけんめっちゃ、そうそうそう、今短いけんかぶれるんですよ、かぶれてるんですよ、あのキャスケット帽子も。普段はもうベレー帽とかしかかぶれんけど、今なら帽子をかぶってもまあいけるんですよね。2ミリくらい変わった、いいえ1センチくらい変わりましたいいえ、そう分かったふりしたとしてるかもしれないですけど、分かれてないですね。1センチ結構切ったんですよ、もうバッサリ。でもこうなったらこっちから見てもこのここが綺麗、巻きすぎたらこの左から見た時の前髪が変になるんですけど、今はまあどっちでもいけば、それから短い時じゃないと帽子かぶれないんですよね今年の夏は。でもこれやったらマスクしとって結構湿気蒸気が出て、若干一旦巻き落ちたとしても短いしいい感じに巻き取るけん、目にかからないんですよ。だからいいです、今年の夏はこれでいこうと思います。さあパッツンはどうしても似合わないんですよ、なんかパッツンって感じのパッツンは似合わないんですけど、そうこれなら今年の夏いけそうなので、今年の夏はこの体勢でいこうと思う。湿気と夏の暑さとマスクの蒸気に勝つ勝ちます。帽子キャラはないかな、ベレー、帽子キャラだよね。金ハサミ買ってその場で切った、どういうことどういうこと、外で切ってないよ、普通に家でですよ。いやさあね、普通のパッツンって感じのパッツンダメなんですよ。そうだから、帽子キャップとかそのキャスケットとか、ここまで抑えられる系のやつはかぶるとね前髪潰れるんですよ。それはもうサラだけじゃない、女子みんな特有のことなんですけど、潰るんですけど、だからサラ普段のベレー帽とかしか、ベレー帽かぶれてベレー帽だったんですけど、そこまでいけるようになりましたよ。だからキャスケットこの前かぶってた。もうあの時は短い時だったね。そんな深くかぶってないけどね。めっちゃ深くかぶったらダメなんですけど、キャスケット、あの黒いやつ、キャスケットです。似合ってました、ありがとうございます。そうキャスケット、ベレー帽、黒いベレー帽は電車でなくして以来なんですよねなんと、まあベレー帽は秋とか冬だから、まあこれからの時期はまあ夏はまあ
それこそ麦わら帽子ですね。ね、夏なんか洋服見よったらもう夏の服がいっぱい出とって、その夏のあの夏の服見たらなんか、はあ、夏が来ると思って、夏好きじゃないけど服装とか服とかは結構夏かわいいけんちょっと楽しみになった。ちょっと麦わら帽子にワンピースは夏の女子醍醐味ですね。でもまあインスタがあるから、去年とかよりは夏の服もいっぱい載せれる。そう、あの今度のお話し会の日がオフショルを着るって言ったのに、オフショルが売ってなさすぎてびっくりしてるんですよ。なんか全然ないんですよ、なんかオフショル。あってももうめっちゃ真夏みたいな、もうまだまだ着るには早い、なんかめっちゃ真夏の、なんかもうそれオフショルっていうかもう、うんってぐらいのぐらい、もうめっちゃ見たけど全然なくて困ってます。困ってます。オフショル全然ないんですよね今この時期。この時期、いやでも今の時期ある流行じゃないのかな。え、流行じゃないっていうか、なんかね、あのサラが思ってるオフショルがないんですよ。なんか違うんですよね。ちょっと違って困ってますね。いや、なんかオフショル自体はあるけど、なんか違うんですよ。なんか違うんですよ、ないんですよ。しかもなんかサラの系統じゃ絶対ないみたいな、あのめっちゃギャルみたいな、めっちゃギャルみたいな感じのとかはあるけど、困ってます。困ってますね。そう、話し会の服装ってね、こうやって決めれることはいいんですけど、決めるとね、あのその決めてたものに出会えない時があるんですよね。たまに今までどうにか出会えてきたけど、ちょっとオフショルがね、ちょっとなんかあの出会えてないんですよ。ギャルがなんか違うんですよね。いいとかっていう話じゃないんですよ。いいとかじゃなくてないんですよ、なんかちょっと違うんですよ。なんかジーンズはジーンズでも違うって思うジーンズ絶対あるじゃないですか、みんなが。なんかオフショルはオフショルでもこれは違うみたいなで出会えてない。困ってます、焦ってます。来週お話し会、来週なのになかったらどうしよう。自分で無理やりオフショルにするしかないかもしれない。か、無理やりここも切って、無理やり肩無理やり開けるか。無理やりオフショルがねなくてね、こ
困っておりますというね話でした。今日はもう座っててお尻が痛くなってきたし、お尻がしびれてきたといった感じでした。10分になったらランキング見ますね。丸く穴開ける丸くは開けんけど丸くは開けないんですけど、丸くは開けんけど、面白いといった感じでどうにかするしかないんですけどね。でもね、結構ね、なんかお話し会のねあれって、あの服装とかってテーマとかって、多分そのテーマを、そのテーマを楽しみに撮ってくれた人とか、そのテーマを覚えてくれてる人も多分結構いると思うんですけど、なんか結構ね忘れてる人多いんですよねその言ったあれが、さらに言っとったことを多分忘れとる人結構多くてなんか今までで一番良かったのは、あのツイッター、あツイッターじゃない、ツインテールをした時に忘れられとった時は本当にもうせんどけばよかったってせんどけばよかったってもう心の底から思った。ツインテール結構、しかもなんか結構な人が忘れてるんですよ。結構な人が忘れとるけん、なんか画面に映った瞬間おおみたいな、どうしたの今日みたいな、どうしたのじゃないよそんな喜んで急にツインテール、しかも高めツインテールを急にさらがするわけないでしょうがっていうね、そういう日なんですよ今日はってなるんですけど、まあいいですよね、それはそれでね。別にツインテールを見たくて、あのね別に買ったわけではなくて、いつも通り買ってくれたんだと思うんですけど忘れられとった、忘れてる人もいるから、オフショルじゃなくてもまあ忘れとる人もおるかもしれんけど、もう言ってしまったことによって思い出させてしまいましたね。忘れられてるんですそうなんですよ。でもさ、お話ししてるときは普通に優しいよねって。でもさ、そのでもは今どこから来たんだ。そんな話どういうことだ。いつも優しいだ。でもってどこからでもが来たんだよ。会話の流れ的にでもが来るとこなかったでしょうか。じゃあね、ランキングをね、10分なった、あ10分余裕で過ぎとった、ランキングをね読みたいと思います。48位セディアさん、24位ユカちゃん、13位ピロシさん、12位フームさん、11位スマイルさん、10位千葉県さん、9位いわちゃん、8位おいでます元気さん、7位ともお、9位いわちゃん、10位千葉県さん、9位いわちゃん、変わった、8位おいでます元気さん、7位ともゆきさん、6位しまんちさん、5位奥ゆきさん、4位つのさん、3位ゆうちゃん、2位みーさん、1位ガエルサンタさん、ありがとうございました。それでは、
目が痒くなってきた。それでは本日も終わりたいと思います。それでは終われない気がするな、今日もなんか重たい気がする。終わりたいと思います。バイバーイ。終われない、やっぱり重たい。終われないやっぱり重たい。終われない。終われない。バイバーイ。